けまして、明けましてでもない。いや、もうだいぶ明けまして。だいぶ明けまして、年明け2本目の動画です。はい。はい。皆さん、こんにちは。ジャーナルスタンダードのジャーナルジャーニーナビゲーターの村上です。はい。プレスの藤原です。お願いします。お願いします。今日の企画は、はい。みんな財布何使ってるの？っていう企画です。コメントで来てましたよね。そうそう。What's in my bag の動画に財布何使ってるんですか？コメントとか DM とかいっぱいいただいたので、うん、今日はもりもり8名に、うん、みんな財布何使ってるのかっていうのと、うん、どうやってお買い物してるんですかみたいなのが知りたいですっていうのがあって、あ、それぞれのルール的な、そう、みんなどうやって買ってるのか、そう、どんなルールで買ってるのかっていう、うん、マイルールみたいなのと、うん、今年一番最初に何のお買い物をしましたかっていう3つです。では、はい、早速私たちから発表していきます。はい、お願いします。じゃあまず藤原さんのお財布から、はい、お財布、はい、財布実は新しく買い替えたんですよ、うん、っていうのも村上さん知ってると思うんですけど前使ってたお財布を5年ぐらい使ってて、まあ、結構くたびれてたなんかもともと綺麗なベージュっぽい色だったんですけど、なんかもう何色か黒ずんだ今年の1月6日がちょうど一粒万倍日で、なんかこう財布を新しく使い始めるにはいい日、うんうん、みたいなので6日から使い始めた財布はこちらです。コムデギャルソンの財布を新しく買いました。でこれ色がすごい可愛くて、ちょっと深いグリーン、カーキっぽいグリーンかな、うん、で、可愛い、ね、可愛いよね、ちょっとシックな、そうなんですよ。ジップはゴールドで、一番のお気に入りポイントは2つ折りなんですけど、この小銭ね、小銭がこう、何開く、開くパッと見れる、そう、何がいるのかが分かるすごく便利で最高です私の財布はこちら、はい、これ結構ずっと使ってる、ね、そうですよ、大学生ぐらいの時に買った財布です。でも財布じゃないと思うんですよね、うん、多分中小銭入れもないし、カードケースかな、うん、しかもメンズで買ったんですよ。メンズなんだ。そう、大きいカバン持ったことないんかな、ずっとこれぐらいちっちゃいカバンで、そのイメージです。もう今携帯の決済も多いので、まあ、ほとんどね、そうですよね。以上、以上、マイルール、はい、お買い物のマイルールね。私ルールないんですよね、まあ、多分近くにいる人は分かると思うんですけど、はい、本当に多分賢くない買い物の仕方をしてビビッときたものは絶対に手に入れたいタイプなので絶対に買うんですけど、ちょっとでも迷ったものは持ち帰ってちゃんと考えるようにしました。最近ここ数年でその昔は何でもかんでもこう欲しいものは買ってたので、やっぱり結局着なくなるものすごい多いので、やっぱそういうところもちょっとは考えれるようになったかなって思います。あの昔ほどは爆買いしてないことです ね、大人になりました。よかったですはい、で村上さんのマイルール、はい、私は一括で買えるものじゃないと買わないです。うん、もう支払いは絶対に一括です。えらい、分割しない、えらい、結局払うものなのですごい刺さってるなんかあんまりお買い物しなかったら勝手にこの口座に溜まっていくというか余るじゃないですか。それで余ってたら一括で大きいものを買えるので、うん、最近余裕あるな、これだったら一括で買えるなと思ったら大きい買い物もするし、いや口座になさそうだな、一括で払えなそうと思ったら、うん、忘れます記憶からなくて、記憶は消します。性格出ます、ね、性格出ます。なんか可愛いもの、デザインものとかはジャーナルでもちろん可愛い服買うんですけど、うんうん、ユニクロとか、うん、ザラとか、ね、インナーとか、そうやってね、うん、うまくこうやりくりしてる方が確かに多いかもですね。
じゃあ、はい、今年1回目に初めて買ったもの、はい、エミリービークベイクルーズの、インナーウェアのブランドですね、うん、この下着と可愛い色ね、水色すごい可愛いですよね、うん、オーディコロン香水買いました。香水も置いてるんですか。あ、そう、CBD のなんかアイテムとか、うん、結構その下着以外のものもいろいろ置いていて、すごい見てて楽しかったんですけど、これが実は私今ね、ここで発表だちょっと、ね、もう結構そうなんですよ。この春にちょっと家族が増える予定で、まあ、結構お腹大きくなってきたので着れるものも限られてはいるんですけど、意外と服とかはなんか持ってる服でなんとかやりくりはできてて、うん、まあ、ウエストゴムのパンツとかワンピースとか着て、やっぱりもうどうしても下着はなんかこう締め付けが苦しかったりとかサイズが合わなくなってきたりとかで、ちょうどそのエミリーウィークのプレスの方にフォーマムっていうマタニティのシリーズがあるんですけど、新しい新型が出るよっていうのを聞いてすごい気になってて見に行ったんですけど、これがこっちがブラでオーガニックコットンなのですごい肌触りも良くて、すごく着心地よく着れるんですけど、このショーツもこのなんだろう、こういう仕様になってるのですごいフィットしてくれるのでめっちゃいいの。めっちゃいいんだ。めっちゃいい。もう何回か着てるんですかこれは。あ、これはすいません着てないんですけど色違いでこっちのシンピュリテというブランドのマインドフルフレグランスのスティルネス&エナジーという香り、朝とか夜とかちょっとこう気分を変えたい時にこうシュシュシュってしてめっちゃいい匂い。すごいいい匂いですね。ちょっと柑橘系のこれは匂いなんですけど、うん、ちょっとリフレッシュに使いたいなと思って買ってみましたです。はい、この2点です。私、はい、スケーテコイヨです確かにアニカイネズのピアスです。買おうかな、欲しいな、まあ、またでいいかなみたいなのを思ってたんですけど、お正月ってヘルプに立つんですけど、お店に、うんうん、お店に行ってよし、今と思って買いましたちょっとつけてみてよ。そうやね、そりゃそうでもなんかつけるとすごい可愛いんですよね。そう、横から見たらハートに見えるんですよ。わ、見えにくいか。私こうか。パーソナルカラーがブルベらしくて、うん、絶対にシルバーのアクセサリーですよって言われて、うーん、まあ、言われつつも普段使いはこういうゴールドつけてるんですけど、うん、シルバーのピアスって考えたらあんまり持ってないかなと思って、いい機会として買いました。はいはい、一つだけでまあこれからどんどん春物とかも入ってくるので、これからが本番って感じですかね。また時期を見てみんな何買ったのみたいな企画もやりたいと思ってるのでお楽しみに。はい、では私たちのはい、ご紹介は以上で、はい、以上です。藤原さんがもうほとんど出なくなる寂しい本当に寂しいしばらくお休みで、そうですね、1年ぐらいかな、ちょっとお休み1年後にまた取れたらいいですね、はい、母になって戻ってまいりますので、はい、何とどじアナルジャニーをよろしくお願いします。伴って私の出演もちょっと増えてくると思うのでそうだね今後ともちょっと今まで声中心だったんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではこの後あと6人、うん、ちょっと8人もいるので結構サクサクのご紹介になるとは思うんですけど、お楽しみにお付き合いくださいませ、はい、それではさよなら。さよならではないなどうぞどうぞせーのどうぞ二子玉川店スタッフのやっぱハスキーですねどうしたんですかちょっと喉痛めててハスキーボイスでお送りさせていただきますよろしくお願いします酒明けじゃないんですけど二子玉川店スタッフの
中川と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと喉痛めてるところ申し訳ないんですが、はい、使っている最後の方をちょっと教えていただいてもいいですか。はい、J&M デビッドソン。ずっと使ってるんですけど、もう何年だろう、もう3年ぐらい使ってます。ちっちゃいお財布でカードを入れるとこにお札折って入れるタイプのコンパクトなやつです。で、中がネイビーなのが可愛いんですよ。バッグちっちゃめのものの時が多いので、すごい使いやすくて重宝してます。お買い物のマイルール、はい、考えてきてくださいました。はい、あの欲しいものより似合ってるものを買う。基本似合ってたら買っちゃいますね、うん。それって欲しいと思ってても似合わなかったら、うん、買わないですね。でもなんとなく着たもので似合ったなと思ったら買っちゃう。結構買っちゃいます。あの背小さいのもあって、うん、サイズ感とかも合うものがあんまりなくって、あと靴とかサイズも含め、なんだろう、顔写りとか雰囲気に合ってるかとか、まあ、似合うみたいなところが一番選ぶポイント。買うかどうか、買いすぎててやばいかもってなった時に似合ってるの見つかったらどうするんですか。でもなんか我慢基本できないくて大体は買うんですけど、でもう一個ポイントにしてるなみたいなのは、うん、長く使えるかどうかは大事ですね。はい、結構気にします。季節もだし、まあ、来年とかも使うかなとか、すごい使えそうだったら買う。今年買ったものを聞いていってもいいですか。はい、今年買ったのは、まず春服、ジャーナルスタンダードオリジナルのツイードのベスト。このツイードのベスト、あれですよね、再入荷。そう、そうなんです。あれ持ってますよね。そう、持ってる。ですよね。私と藤原さん、渡辺さん。藤原さん持ってる。みんな持ってるんですよ、これ。これなんか前の時買いそびれて再入荷したので、ゲットしました。合わせてる。これも茶色と黒のボーダーが色違いであるんですけど、それはもともと持ってて、めちゃくちゃ良すぎて色違いの方も買いました。あとこれラドカラムのミニバッグ、ほんとちっちゃくて携帯も入らないぐらいちっちゃいんですけど、今日あのこちらに龍角散を入れております。一番大事なものですね。はい、龍角散常備しております。春服はこんな感じで、あと春のコスメが欲しくて買いました。なんか RMK の春の新作のネイルなんですけど、今つけてるラメっぽいパールっぽい感じ。いろんなところのブランドを使ってみるタイプ。あ、そうですね、なんかブランドで選ぶっていうよりはシーズンカラーとかで塗りたいなって思ったやつ買う。片川さんネイル好きですもんね。そうなんですよ。週1ぐらいで塗り替えるんですか。そうなんですよ。村上さん、私のこと詳しくないですか。すごいよく覚えてますね。そう、前に聞いたんですよ。週1でなんか気分で塗り替える。そうなんですよ。インスタにネイルのコレクションみたいなの載せてるので。じゃ上がってますよね。ちょっとみんな見てみてください。見てください。これ持ってない感じで気に入ってます。これとあとリップなんですけど、3リワインリップジェム4番キスザスカイ。なんかグロスっぽいツヤっとした、なんか普段だったらこれだけ塗って、あの撮影とか写真撮る時とかだとちょっと顔写り気になるんで、リップ塗った上からこれ重ねて塗る感じで使ってます。コーラルピンクみたいな。では買ったものは以上ですか。はい、ありがとうございました。今年もたくさんお買い物してください。任せてください。あと喉を大事に。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。こんにちは。こんにちは。マーチャンダイザーのサングーです。お願いします。お願いいたします。じゃあ早速なんですけど、はい、使ってる財布のご紹介をお願いします。はい、使っている財布がこちらです。サンローランの三つ折りのお財布を使っていて、色がちょっとグレーみがかった感じの色。これはいつ頃買ってんですか。これが、2年前ぐらいだと思います。もう2年ぐらい使ってます。
普段結構黒っぽい小物が多いんですけど、なんかこのグレーの色がなんかなんだろう、深みがあるすごく綺麗な色だなと思って、上品さが素敵だなと思って、お財布新調するときに今まで持ってなかった色のが欲しいなと思ってこれにしました。小さいバッグでもあの大きなバッグでも関係なく使える財布がずっと欲しくて、なんか三つ折りってすごい便利だなと思ってこのお財布にしました。そう、三つ折りです。そう、三つ折りお札、こういうやつめっちゃ入ってる。 1,2,3,4,5 7枚ぐらい入ってます。結構入る。そう、でもね、あんまり入れない方がいいらしいです、こういう財布って形が崩れるからそう、厳選した7枚を入れてます。はい、買い物のマイルールを聞いてもいいですか？マイルールは基本はこなれた値段のものはすぐ欲しいと思ったら買うんですけど、まあまあいい値段するものはだいたい3日ぐらい悩んで、それでもずっと頭にあったら時間がもったいないので買います。どれぐらいからまあまあいいんだろう。 5,6 千円。 5,6 千円のやつはポンポン買うと結構あの、はい、あの翌月にねカードの明細見てびっくりするのでちゃんと考えて買うようにしてます。じゃあ相田さくちゃんが今年入って買ったものを紹介お願いします。まず、ま、MD としてジャーナルのお洋服1個。横浜のジャーナルが今、1回クローズしてて、横浜のニューマにポップアップで、やってるんですけど、そこがオープンしたので遊びに行ってきたら結構春物が一気に入っていて、すみません紙入ってるんですけどあ、そう、昨日買って今日持ってこようと思って持ってきたんですけど、ボーダー、じゃあリーガイスの動画で、そう、青を着てて色違い、ちょうど店長が昨日これの青着てて着てるのを見て欲しくなって色違い買ってきました。肩 の、 そうそうそう、切り替えが可愛いやつ、はい、ボーダーをここ何年か新調してなかったので久しぶりに買いました。ゆったりしてるんで、今だったら結構中にシアのインナーとか重ねて着れるかなと思ってます。以上で思ってたんだけど、なんか村上さんもうちょっとあったらなって言ってて、すいません、本当に今日スプレーぐらいしか今年入って買ったもの持ってなくて、なんかこの前もカバンの中身の時超スプレー出して本当なんかスプレーすぐ買っちゃうんですけど、イソップのハンドミスト、消毒用のミストは結構ずっと買ってるんですけど、今年またなくなったので新調しました。めっちゃなんかね、なんだろう、いい香りがします。これも除菌とか消臭のスプレーで、これがめちゃくちゃいい匂いで、これなんかね普段ねあんまネットでしか売ってないやつらしくって、でなんかこの前渋谷のヒカリエでやってる時にたまたま買ってからずっと好きで、ポップアップあるごとに行ってるんですけど、年始にあの新宿のルミネかでポップアップしてて、あ、やってると思って買い足しに行ってきました。これいろんな匂いがあるんですか？なんかね4種類ぐらいあるんですけど、なんかこの匂いがめちゃくちゃふわーって香ってていい匂いだったんで、この匂いだけ買ってずっと使ってるんですけど、ロイヤルスイートってなんかホワイトティーみたいな紅茶の匂いで、なんか除菌とかもできるんですけど、普通にこう服とかにかけれるスプレーで、でこれの犬用もあって、家ではこれの犬用、同じ匂いの犬用を使ってます。あの犬のベッドとかを除菌する用のスプレーで、この2つはリピート。なんかねスプレーと服を年明けに買いましたっていうか、いつも使うやつです。ありがとうございます。はい、なんかさらっとすいません。初登場、小座さん。小座です。よろしくお願いします。お願いします。店舗と名前と自己紹介お願いします。はい、ジャーナルスタンダード横浜店の尾崎です。よろしくお願いします。私が使ってるのはデビッドソンの小さめの財布。あ、そうですそうです、だいぶちっちゃい。中見せてください。ちょっと汚い？かわいいから、まずツタヤ漫画20冊ぐらい借りて、すごっ少年漫画も見ますし、少女漫画ももちろん見ますし、スラムダンク見たんですか？いや、もちろん映画も見ました、泣きました、はい、母と掘りたいところなんですけど、はい、最後の紹介を。あ、すみません、三つ折りの、これはいつ頃買ったんですか？1年前ぐらいにレサージュで買いました。あ、
リサで取り扱いしてた時。あ、そうですそうです。なんでその時に買いました。今までめっちゃ大きい大きいお財布使ってて。そうなんですか。なんかそうなると物理的にカバンも大きくなるんで、ちっちゃいバッグ買っちゃったもんだから後先考えずにそのバッグに合わせるために買いました、はい、であとはもうここに小銭が入るようになっていて、ここにお札が入ってカードも 1,2,3,4,5,6,7,8 枚ぐらいは余裕で入ります。結構いいですね。あ、結構入ります、結構入ります。お買い物のマイルール考えてきてくださいました。いいえないけないですね。金額も何も気にせず欲しければ買う。基本的なんかすごく大金系を、ま、大金払う系の洋服を買ってはいない。あ、でも踏み絵とか7万ぐらいだったら、まあもう欲しかったら買っちゃうそれでお金のやりくりどうするんですか。欲しいものが重なった時に後悔しながら我慢するじゃあもう貯金はないタイプですね。あ、貯金はしないですね何かは諦めてるんですけど、食べ物か、ね、食べ物は諦めてるかな。あんまり贅沢な食べ物は食べる。あ、もう食べないです食べないです。もう吉野家ちょっとアパレルの鏡が言いましたけどね。今年一番最初に買ったお買い物をご紹介お願いします。こちらです。まだプチプチが。もともともうこれで使ってて可愛かったんで、あの 再購入。あちらです。もともと送別品でもらってめちゃめちゃ良かったんで自分でもう一回買いました。大人っぽいから。あ、そうなんですよ。ネイルズインクレッツゲートゲットヌードマルブリープレイスこれを買いました。ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは、プレスと FVC の渡辺です。お願いします。お願いします。じゃあ早速なんですけど、はい、お財布のご紹介をお願いします。はい、結構コンパクトなサイズ感なんですけど、ガニのミニウォレットになります。小さいカバンを使うことがすごい増えたので、カードと小銭が入るぐらいのサイズ感のものを使っていて、キャッシュレス決済をしています。カードは基本的には定期と免許証とクレジットカードのみで、あとは小銭を持ち歩いてます。これレサージで取り扱ってた時に。あ、そうです、レサージで取り扱ってた時に購入しました。今も取り扱いはあるんですけど、結構シーズンごとに色が変わってたりするので、このベージュと青が可愛いなと思って、私は半年前ぐらいかなに買いました。お買い物のマイルール教えてください。はい、やっぱこのアパレルで働いてるとお洋服を買う機会がやっぱどうしても多いとは思うんですけど、結構私は2ヶ月にまとめて購入することが多いです。ちまちまもたまに購入しちゃうんですけど、なんかどうしてもちまちま買ってるとお買い物したっていう感覚がなんかこうあまり満たされなくって、それで変にたくさん買い物をしすぎちゃうってことがすごい昔にあったので、2ヶ月とかで欲しいもののお買い物計画を結構事前に決めて、この時にこれを買おうって決めて購入する。だから2ヶ月分だとすごい買った気になって、結構満足感にすごい浸れるんですよでも一気に買ってるイメージあります。そうなんです。今日は横浜で、はい、明日は銀座ではい、そうです。行ってる気がします。はい、そんな渡辺さんが、はい、今年初めに買ったお買い物、はい、3つあります。はい、はい、まずリーバイスの別注の501のデニムを購入しました。私あの色薄いウォッシュが入ってる方を前のローンチの時に購入したんですけど、今回この新色が出るということで、履き心地が抜群にいいことはあの購入して知ってるので、もう一色とか欲しいなと思ってたので買いました。今回はちょっとサイズを上げて27のサイズで購入しました。ちょっとウエストとかも絞って履きたいなと思ったのでこちらを購入しました。なんかこういうレースのトップスとかと合わせても可愛いなと思って、 T シャツとかシンプルな合わせしたりするのもすごい楽しい
しみです。はい、次、はい、次は、こちら手帳を購入しました。このギラギラシルバーの手帳です。ギラギラ、私11月生まれなのでサソリ座の女なんですけどベイクルズストアで占いがイブルルドはるかさんのその十二星座の占いを見て、サソリ座は今年のラッキーカラーはもうシルバーなんですよ、うん、はい、なので今日はもうアクセサリーもシルバーにしてきました。なのでシルバーの可愛いアイテムがあったら教えてくださいあと一つがこちらのヘアクリップです。アレクサンドロ・ドゥ・パリスっていうブランドのヘアクリップを購入しました。髪の毛をちょっと伸ばしていて、伸びたらヘアクリップでちょっとこう無造作に、海外の人がよくしてるイメージがあって、それにすごい憧れていて、それを絶対したいなと思ってて、もうなんかちょっと無造作にこんな感じで、うん、かわいいね、かわいいですよね、うんうん、ちょっとサイズ感も割とコンパクトで、どんなお洋服にも合うのと、それこそまあ仕事の時とかちょっとこうファッとして外したりしてもあんまり型がつきにくいので、これを買いました。すごい買ってよかったシリーズです。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、こんにちは、EC スタッフの恩田です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと早速なんですけど、はい、財布を新調したとのことでそうなんですよ、なんか前回ちょっと壊れまくったお財布を使っておりましてちょっと皆様にちょっと、はい、いろいろご指摘じゃないですけど、ちょっと恥ずかしい思いをしたので新調しました。これ新しいお財布です。新しくなんかちょっと水色っぽいお財布にしました。これなんで水色にしたんですか。なんかあんまりこだわりはないんですけどなんか最近結構お財布が暗かったんで、グレーとか黒とか、なんか可愛い色だなと思ってこの色にしました。あんまりお財布に私全くこだわりがなくてですね、なんか安い海外サイトで買いましたもうノーブランドです。ノーブランドです。中の仕様にしてください。海外のお金入ってますね。そうなんですよ、なんか余ったドル札ドル札と出すとかないんですね。そうなんですよ、ずっと入れてます。出っ放しなの。あと薬除けのお守りとか入ってます結構いろいろ入ってます。今年初詣行きました、ね、行きましたよ。3日に行っておみくじ引いて大吉でした。おめでとうございます。ありがとうございます大吉の女です。いい年になるといいですね、はい、いい年に。もう役も今年、まあ、後役なんで、あ、ちょっと年齢バレるんですけどあれ非公開でした。非公開ではないか、はい、使い勝手重視です。こういう感じでお買い物のマイルールを教えてください。そうですね、基本欲しいものは買いたいタイプなんですけど、今月やばいなとかちょっとカツカツの時はもう我慢します。もう我慢、我慢、我慢して、ちょっと我慢したらもうどうでもよくなっちゃうんですよどうでもよくないと欲しくなくなっちゃうタイプなんで、ちょっと我慢して、それでも欲しかったら買いますですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今年買ったお買い物をご紹介お願いします。はい、はい、ついもう2日前に買いました。これヘアオイルでトラック、これ多分ナンバー3、今3なんですけど、多分種類がいっぱいあって、ま、私がおとといオイル買いに行ったら美容師さんが私が買いたいオイルじゃないのを袋に詰めて帰ったらこれが入ってました間違えちゃったんですけど、すごい良かったオイルです。良かったオイル。これもヘアスタイルにがっつり使えるぐらい固めのオイル。いや、サラッサラなんですけど、つけたらめっちゃ 重みが割とあるんで、ウェッティーになりたい人とかはすごいいいです、これ。今そのオイルですか、ね、今、ちょっと乾燥してますね、今もうすでにもう今夕方で、もう夕方でパッサパサなんですけど、結構ウェッティーですよ、ね、ウェッティーになってます、良いです、これ。良かった、はい。じゃあ以上ですね。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。私もたくさんお買い物してください。あー、お金貯めます。貯めんのかい。おはようございます。おはようございます。自由が丘店スタッフの新井と申します。よろしくお願いします。じゃあお伝えしてた、はい、財布のご紹介から早速お願いします。はい、私が使っているのはマルジェラのお財布で、ちょっとエンボス加工の
グリーンレザーを使用したものになってます。レターの形が可愛いお財布です。これはいつ頃買った財布ですか？は去年買いました。マルジェラの世界観がすごい好きだなって思ったのと、うん、ちょっと飽きのこないやっぱ毎日使うものなので、うん、で考えた時にこのすごいグレージュっぽいヌーディーな感じが可愛いと思ってこれにしました。大人になっても使えそう。使いますよね。ずっと使えそうです。ずっと使いますよね。ちょっと免許証が三つ折りです。カードとここにもカード実は入ってて、うんうん、手のひらに収まるんですけど、いっぱい入ります、うんうん、で、お金と小銭です。買い物のマイルールはやっぱり背が小さいので、うん、もうサイズ感、自分のシルエットに合ったお洋服選びは絶対にします。ちょっと値段するかなと思ってもシルエットが綺麗だったら買っちゃいます。お手頃で買いやすいけど合わないのとかはどうするんですか？はいはい、合わないのとかだとなんかお直しできるのかなってなったら結構なんか逆に安い分色違いとかで買ったりして、うんうん、割とシルエット重視で選ぶことが多いです、価格帯よりも、うんうん、最後に、はい、今年に入って一番最初に買ったもの教えてください。はい、一番最初に買ったのがこのガガンのリングになります。かわいいですよね、うん、かわいい。ちょっとサンゴっぽい感じのプツプツ感が華奢なんですけど意外と遠目で見た時に存在感があってちょっと前から狙っててあんまり新しいアクセサリー買わないんですけど、うんうん、ちょっと買いたいなと思って買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上になります。またお願いします。はい。